どうも、玩具発掘事務所です。今回紹介する中古玩具はこちら。まず一つ目がですね、こちら110円のガイアメモリですね。ガシャポンのやつなんですけど、ハイパーカブトのガイアメモリですね。これなんかね、珍しいなと思って買いました。二つ目、三つ目、四つ目、五個目、六個目、七個目、八個目がこちらのね、ライダーガシャットなんですけども、この四つはね、110円なんですけど、この三つは、1個330円ですね。マイティクリエイターもあるんですよ。やばくない？プルトマイティもあるし。で、驚きたのが、何気に仮面ライダービルドのガシャットが110円っていうね。すごいよね。今回これ全部デラックスですね。はい。基本全部持ってるんですけど、まああんまりね、個数持ってないと、なんかいざ壊れた時のためとかにね、置いとけるかなと思って、今回ちょっと買ったんですけども、これが6個目か5個目で、これが3つ目か4つ目ぐらいで、これも3つ目か4つ目ですね。これに関しては多分 5本目ぐらいかな。3、4本あったはず。これに関してはもう3、4本か5本目ぐらいで、あとは2本目か3本目ぐらいですね。ではね、こちらの中古玩具開けて状態確認、動作確認していきたいと思います。はい。というわけで、まずはこちらのハイパーフォームのガイアメモリから見ていきましょう。全体的にこんな感じでガシャポンベースなんで、さすがにここのシールのね、分割線がちょっと浮き出てますけども、まあそれは仕方がないとして、他の箇所とかは特に問題点は特になさそうなんで、めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ、シールの擦り傷、引っ掛け傷とかも全くないですし、めちゃくちゃ備品かなと思います。シールのね、貼り方とかもめちゃくちゃ綺麗でずれてたりもしてませんね。まあ、とりあえずこちら電池入れたんで音声確認もしていきましょう。音でかっ。めっちゃ音でかい。はい。の3音ですね。はい。これがループして鳴る感じですね。では、こちらのダブルドライバーを使って、ハイパーフォームのガイアメモリの変身音を聞いていきましょう。はい、動作バッチリですね。てかこのさ、クレストバージョンはやっぱこれめっちゃかっこいいね。やっぱクレストのバージョン結構集めたいな。なんかライダーのさ、何、写真とかのバージョンじゃなくて、こういうクレストのやつがいいっすよね。結構このガイアメモリね、レジェンド版とかも。ウィザードとかも欲しいな。動作バッチリでしたね。次はこちらのライダーガシャットなんですけども、さすがにね、申し訳ないことに、すべてのガシャットに電池を入れることはさすがにね、ちょっとできないんですよ。そんなに電池ないんで、特定のね、ガシャットだけ、今回電池入れてきました。まあ、まずは全体的な状態ちょっと全部見ていきましょう。結構ね、全体的にめちゃくちゃ綺麗で、シールの擦り傷、引っ掛け傷とかは全くないんですけど、まあ成型色のこのまあ本体の部分、プラスチックの部分にまあちょっとした擦り傷とかはやっぱ多めって感じですね。まあでも全体的にめっちゃ綺麗な方かなとは思いますね。爆走バイクだけ爆走バイクだけちょっと汚いかな。で、ビルドですね。と、ギリギリチャンバラ。結構ね、でも、全体的に綺麗な方かな。指紋の汚れとか、本当にそんな感じかな。シールの擦り傷、引っ掛け傷、この2本もないですし、この2本もめちゃくちゃ綺麗ですね。レガシーとプロトマイティ。模様がなんかもうなんもないっすよね。本当に真っ白なんだけど。すごいな、初めて見たんだけど、真っ白のタドルレガシー。石みたいなさ、感じの模様がないんだよね、ほぼ。これぐらいかな、特に問題点って言ったら。それ以外は特にって感じかな。レガシーはね、結構凹凸部分が多いんで、塗装ハゲはちょくちょくあるって感じかな。マイティクリエイターなんですけども、多分ね、これ俺が今まで買ってきたマイティクリエイターの中で一番綺麗なのかもしれない。まあ、比べてみないとわかんないですけど、まあ多分ね、これ3本目なんですよ。3本のうち多分今買ってるこれがね、一番綺麗な気がする。まあでも全体的にめちゃくちゃ綺麗で、シールの擦り傷、引っ掛け傷も全くないんですよね。全くではないかな。まあ薄くまあ、わかるかわからん程度かな。うん。でもめっちゃ綺麗ですね。で、今回この電池入れたのがこの3本で、この4本は電池入れてないんですけど、まあまたね、ライブとかでなんか時間あったら、音声鳴らしてみたいと思います。ではね、こちらの3本のガシャット電池入れたんで音声確認もしていきましょう。まずは、マイティアクション X から。マイティアクション X!
うん。この1音がループですね。これは3音がループですね。勝ちましたね。はい、バッチリですね。うん、これも3音かな。で、はい、動作バッチリですね。まあ、ちょっと電池切れかけてるんですけど、すいませんね。うん、これも動作バッチリですね。そう、マイティクリエイターはこんな感じで待機音が鳴るんですよね。はい、こちらも動作バッチリでございます。結構ね、やっぱかっこいいね。特にこれレバー戻しても必殺音が鳴ったりとかはしないんで、普通に編集音がまた鳴るだけです。さすがにね、プルトマイティはメモリアル版とかではなかったですね。まあさすがにね、他のライダーバシャットとかも売ってたんですけど、まあ今回はね、ちょっといいやつだけ全部重ねていきましたね。はい、いやらしい人間です、すいません。じゃあ次の動画まで、バイバイ。